ニューストゥナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめますさあ安本アンカーマン今夜は何が見えたでしょうかはい私タバコで辞職しました<ん>から、えー、瀬戸際の喫煙習慣が見えましたということで、はい、実は今日のお題はですね本当は私これでタバコをやめましたもしくはですね私これで会社辞めましたとまあ言った昔の禁煙商品の CM をもじっているんで ある世代の方にはピンとくるんではないかなと思うんですね確か私小学校ぐらいの時にそれ言葉流行りましたよね、はいえー、CM としてね、非常にヒットして流行にもなったんではないかなと思うんですけどね,うよねあのやめたい人の禁煙パイっていう CM の昭和59年ぐらいですかね、はい、はい。で、実はもっと言えばこの題はですね私はタバコで学校を辞めましたとしたかったんですがちょっと新聞に載せる予告の文字数が足りなかったので辞職というちょっと 堅苦しい言葉を使わせてもらったんですねで実際はタバコが原因で学校を辞めざるを得なくなった高校の校長先生の話を今日させてもらうと思うんですねタバコが原因で、はいえー、この校長先生大阪府立高校にお勤めだった民間出身の 校長先生で年齢は62歳なん1日に今月1日に大阪府教委が発表していまして、まあ、その内容は本人の申告に基づくものなんですが何をしたか、えー、昨年の4月から12月までの9ヶ月間に、えー、勤務時間中に学校の敷地外に敷地の外に抜け出して計18回路上喫煙をしました。 1回あたり平均に6分その時間を使ったので計108分正当な理由なく職務離脱まあく中抜けというんですがそれをしました。 他にもですね大阪北部地震で休校になった日があったんですがその日の代わりに、えー、振り替出勤になった土曜日にそのことを忘れてゴルフに行ってししままいました、えー、まあこの2つで、えー、開国処分を受けられたんですね、はい、で開国処分を受けたんで、まあ、年齢も62歳ということもあると思いますがそのまま胃がん退職をされたわけですが、まあ、主な処分の理由が中抜けの方ですからタバコで学校を辞めざるを得なかったんだなと、まあ、言っていいと思う で,す、ね、でこの校長先生だけじゃなくてこんな事例が実は堺市教委でもあってですね、えー、これは8日に発表になってるんですが学校の敷地内というよりも校内で,です、ね、喫煙がバレた中学校の校長先生や教頭先生4人がですねのええどういうことをしてたかというと、はい、体育教官室などで。 使用、まあ、前ですねあるいは昼休みにですねで今日問題にしたいのは今や受動喫煙防止法もできてですね、はい、学校とか公共施設での全面禁煙はもう常識になってるんですがなぜその学校のトップである人たちがルールを守らないのかという点を僕は興味を持ったんですね。はい、で最初にお話した高校の校長先生こういうふうに弁明されているんですね。 えー、昼休みが20分しかないこともあって、まあ、つまり郊外に行く時間がなくてですねたまにはいいかと思い仕事が一区切りした午後4時ごろに タバコを吸っていましたではなぜ発覚したかですがこれは堺の例で言いますと、はいえー、堺市教委に、えー「中学校でこんなことをされてしてますよ」という情報が寄せられたというんですね。ということは生徒か同僚の先生があ、まあ、その姿を見たりあるいはタバコの場合は煙あるいは匂いがなかなか消えないですから、えー、あそれが隠せきれなくてですねまあ,あ 密告と言ったらおかしいですが連絡をした人がいたということですねで、堺市教委はこの機会にですね 他の学校も含めて全教職員の調査をしたところ、この校長教頭がまあ全部で4人、その他にですね教職員18人が学校内で常習的に喫煙をしていたのが分かったというんですね。結構な人数ですね。はい。で僕はここに見えるのはですね、喫煙者と非喫煙者の意識の隔たりだと思うんですね。タバコを吸う人は我慢ができなくなって、まあこの程度なら許されるかなと思って甘い判断をする。タバコを吸わない 人から見るとですねこうした場所でのタバコを吸う喫煙というのは告発してもいいもの、まあ、犯罪行為に近いルール違反だと思っているということですね現に、えー、受動喫煙防止法という法律に違反しているわけですから、まあ、違法行為をしていることに今はなるわけですが、まあ、そういう2つの意識の乖離というものが見えるような気がするんですね。はい、でさらに言えば、えー、良識ある べき人たちにこうした法律違反をさせるほどまあタバコというのは中毒性がある毒物だということだと思いますね、えー、ですから僕はいろんな喫煙者の方に早く縁を切った方がいいよというふうに進めてるんですねでなぜそれを進めているかというちょっと理由もお話し,したいんですね、えー、喫煙者は今民間企業でも締め出されつつあるので学校にさえいられなくなった人は再就職が非常に難しいご時世になっているよということを指摘しておきたいんですね これは昨年9月に帝国バンクが1万社調査というのを発表してるんですが、はい、え会社内全域が禁煙になっていますという企業は22.1%なんですね<ー>で完全分煙をしていますというところが56.2%なんですが、はい、実はこの分煙が今問題になりつつあるんですね。 喫煙室があってそこに行ってタバコを吸うわけですね、はい、そうするとその間仕事をしてないわけですからその仕事をしてない時間というのが非常に問題視されつつあるんですね。このの時間ととといいううはちょっと難し言言葉で言うと 生産性損失時間というんですが <laughs> 随分重い響きですね <laughs> で生産性がこの時間ないよ損なわれてますよということですねこれが喫煙者は平均して年間76時間あるというんですねでタバコを吸わない人も例えばトイレに行ったりそういう時間はあるわけですがそうした人に比べてこの時間は1.8倍長いので問題視する企業が増えているということなんですね倍近いってことなんですね今働き方改革で労働時間を短縮しよ,うしようとしてますからその短縮された時間の の質はを企業は問うようになってるわけですね、はい、ですから年間76時間も働いてもらわないと困りますねという企業が増えていて、えー、例えば有名どころでは島津製作所とか太陽生命保険など、まあ、有名会社がですね続々と全面禁煙に、えーまあ、踏み切ろうとしてるんですね。ということは仕事中会社に行ったらタバコは1本も吸ってはいけない企業が増えているということですね。はい、でさらにですが 喫煙者はそもそも採用しませんという企業も増えているんです、ね、これは厳しいですねはい、これは国立がん研究センターが発表しているんですが、えー、企業の採用担当者838人を 対象に行ったアンケートがあるんですこれ2010年でちょっと古いんですが「タバコを吸うか吸わないかを採用基準にしている企業はどれぐらいですか?」というと「なんでですねで検討中」という人が14.3%でしたので、うん、全体で2割に満たないんですが「これからそういった基準を導入する企業は増えますか?」という質問をしてみたところですね、はい 四十二パーセントがイエスと答えてるんですね。四十二パーセント。この調査先ほども言いましたが、二千十年の調査ですから、今は二千十八年もっと増えてる可能性が高いということですね。で、こうした企業の根底になるのは先ほど言った生産のど、えー、効率性、生産性という問題なんですね。で、さらにこれからは自動、えー、喫煙防止法が強化されますし、東京オリンピックがもうお目の前に来てるわけですから、企業イメージを考えてですね、えー、経営者たちがもう。 我が社からは完全にタバコを追放しようと考える人が増えるのではないかなと思いますしまあ僕に言わせるとそう考える経営者こそが賢い経営者ではないかなと思いますこれが時代の趨勢だと思うんですねでもう一つ喫煙者がなぜ嫌われるかという,う話をですねある新聞社の例で話してみましょうあくまでもあるですよはい。ああ えー、その下の社長さんがですねある、まあ、有能な編集局長さんをですね、えー、自分の片腕の専務さんに、えーまあ、起用したんですね抜擢したんですねところがその専務さんがですね大のタバコ好ぎでして社長さんがですね仕事強の相談や指示をしようとすると決まって喫煙室に行っていて、えー、なかなか能率よく、えー、意思が伝わらなかったんですね。じた社長さんは 受動喫煙専門の国立大学の先生に社内セミナーに来てもらって喫煙の害を解いてもらうことにしたんですね、えー、それによって、まあ、専務あるいは全社員にタバコの害を考えてもらうということだったんですね。ところがこの教授さんがですね、えー、会社に来て早々ですね喫煙室があるのを見てびっくりされてこういう話をされたんですね。ここは民間企業だから こんな喫煙者だけの施設に予算を投じても誰も文句は言わないでしょうけども国立大学なんかではもう違うんですよとそんな一部の利益・教授者だけのために大事な予算を使うなという声が大きくなって喫煙室のような施設はもう完全に一掃されました。 えー、そのために喫煙者というのはまあああ校外学校大学の外で吸わざるを得なくなっていますよということが一つもう一つこういうことを言われたんですね。喫煙者というものは喫煙後数時間は一酸化炭素や発がん性物質など呼気から吐き出し続けているのです。 これあのエレベーターの中に乗るなという会社があったというニュースがありましたよねこういうことはまあ専門家の方には当然のように、まあ、当然のことなんですね。ですから、えー、分園などでは非喫煙者の健康と人権は守られないので、えー、社内は全面、えー、禁煙にしなければならないそれをしないということは まあ犯罪行為に近いことなんですよとこういう非常に激烈な話をされたんですねでここからちょっと冗談っぽく聞いていただきたいんですが社長さんその後ですね専務さんに近くに寄らなくてもいいよと <laughs> こういう言い方れたんですねでその専務さん実はですね、えー、在院職中にですね肺がんが発病しまして亡くなってしまったんですね。で社長さんんもこ、まあ、これはははタバコがが原因でででななないいいいすくっててしししままたのの僕話かなと って言うんですがその社長さんがあーお元気な時に常々こう言っておられました。えー、新聞社というのは長年タバコで本当に優秀な人材を数多くを失ってきたんだよとその流れが少しでも変わったらいいなと思って今回のような提案をしてみたんだよということをおっしゃってました。 えーまあ、この専務さん亡くなった専務さんは実は僕をこの放送に起用してくれた人なので恩、うん、人でもあるんですが、はい、もうそういう人がタバコで亡くなったというのが今の現実にあるということですねですからこういう話を聞いても愛煙家の皆様えー、これからもタバコを吸い続けられるかどうかということを真剣に考えてもらいたいなと思います。アンンカーマンの目でした